吉谷さん、環境は大事だということはね私も思わなくもないんですけどもでも環境にかかわらずやれないとダメかなと思うんですよ。まあ、というのがね今この日本っていう国が素晴らしい環境だと感じてる人もいると思いますでも北朝鮮からミサイルみたいなのがバンバン飛んできたりとかしてそれに対して国防はねあんまり機能してないと、ね、遺憾のいいを発信するぐらい言ってないでしょ。 それか中国企業の進出がかなり進んでいるけどもその情報がほとんど入ってない人にしてみたらあんまりそれを危機とも捉えてないし南海トラフが今にも来るかもしれないとかね首都直下型地震が来るかもしれないっていうふうに真面目にそのことに情報を割いてる人ってのはそれこそね今やるべきことと後でやるべきことってのが逆になる可能性があるわけですよ。 あとは最大の環境ってのは自分の頭脳ですよね日本っていう国とかこの世界とかこの時代とかっていうのが自分の脳で肯定的に捉えられる最終的な環境調整機能が脳に入っているわけなんですけどもそれが出出るか強度出るかかっていううのは一人一人人違うんですよね同じ環境に与えられてもそれをいいとするか悪いとするかっていうのは最終的には一人一人の頭脳が決めると思うんで。 まあ私は今の日本の環境トータルで見て悪くはないと思うんですよね、まあ、それは何度も言いますけども消集令状が届かないことと空襲がないからなんですよその他の危機に関しましては考えればきりがないんですけども考えてないんでないのと同じなんですよねそれこそ心臓麻痺が多くて今今日倒れるかもしれないでしょそうなるとやるべきことっていうのが途中で終わる可能性があると一寸先は闇ですよね そう思って今からやってもしょうがないっていう考えるのもまあ一つ肯定できることであるんですけどもまあ私はねあのおぼろげにまだ数十年は生きるだろうと思ってるんで後回しにすることもするしでも今やりたいこともやるしっていうふうな組み合わせを作ってるんですけども必ずしもみんながそう作るとは限ららないですからね、うんまあ、それこそね40でレントビジネスで今の暮らしを手に入れてわあよかった。 早めにネットビジネスに出会えたって思うのか今更ネットビジネスかって思うのかも違うと思いますしネットビジネスでこうなったからこそ言えるのが何でこれが二十歳の頃にできなかったのかなとかねそういうふうに考えることもできるしあまだ40で間に合う時でできたから良かったなって思うのかもみんな最終的な頭脳っていう環境調整機能によってどっちに転ぶかって分かんないですよね。ああとはまあ、いいか後でっかでていう 最大の環境を歪ませる機能が多くの人の頭脳にすり込まれてるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。うんどうしようかね。シンプルについてるついてると思えればいいんですけどもいやでもっていうふうにすぐに考えちゃう人はなかなかなんじゃないですか。まあ本田圭介さんのスピーチそれに 胸を動かされれる人もいればなんだそれゃと思ってる人もいれば、まあ、近畿大学の卒業生さんもみんな同じように聞いてますけどもさまざまな受け止め方なんでしょうねきっとねなんで本田圭佑しか来ないのかよそもそも誰だよこいつって思う人もいればあ本田さんが来てくれたよーし聞くぞみたいな感じの人もいればねいってらっしゃい。